お前が。ここ誰、ここ、ここ誰、ここ、あ、せっちゃん、ここせっちゃんや、お前強いね、強いねって、強いな、強いな、ゼロリスいける、ゼロリス強いのいける、ここしか飛んでない、やばい、無駄遣いした、いける強いのいける強いの一致三個コラスクやいってるいってるなっちゃんいってる強いの強いのいける5個いってるなっちゃいよ。15個いってるお姉様。強いのいって。強いの。なおちゃんいってる、いってる。50個いってる。いってる、いってるお姉様。いってる。10個いってるチャコちゃんいってる。チャコちゃん前に来てるよ、10個。5個いってるお姉様いってる。お願いします。いける強いの10個10倍なおちゃんいってる。強いのいける強いのお姉ちゃん、ここ笑ってくれ、声がいってる、つい来た気がボーナス、なおちゃん10個、パンダいってるつ、お姉さん10個、パンダ10倍つ、パンダ10倍刺さった、刺した10個、なおちゃんパンダいってるつ、パンダすごい、ファンタジー倍
さっさ20倍やこれで。よく言ってくれた。ずー直ちゃん10個。セラボーナス、セラボーナス入ってる。通10個。熱い熱い熱い。お姉さん5個。8個。ファンタ席切ってる。ファンタ行ってる。10個行ってるやつ。ツータいいよ、ツータいいよ。10個行ってるツータ。あー、ファンタ行ってるやつ。お姉さんもここ10個10倍、ツータン。カード当たんない、カードは。10個。ファンタ言ってるやつ。10個5倍、グレート、ツータン。ああ、強いわ。10個5倍、グレート、ツータン。ファンタいってる！釣れ！ずっか、ツー。ファンタいってる！ファンタ行ってる。ファンタ。よく出た。スータいいよ。最高。最高です。うちらしか勝たんからね、マジで。あー、だいぶしのいだこれ。しのぎました。ここの駐車場めっちゃ高かったね。あと少しで500万いく。500万いっちゃうか、いっちゃうか。500。あー、違う違う、ここのポイントのランキング総合2位が来てるからね、うん、じわじわ。リアトズ町来る人います？いなかったら帰っちゃおうかなと思って。います？いないだろう、これ渋谷に住んでる人。いる？わざわざ来る人。住んでる人はいないかもしれない。入るこれ。来ないべ。どこら辺って？表参道が近いよ。表参道のブッチとかの近くですね。来る？とかあの辺、ロエベとかあるとこ。これセリーヌで買っちゃったネックレス見て。 Z と月見える。これ Z、 これセリーヌ、ここのトップストップだけですか。トップだけネックレス、チェーンはちっちゃかったね。あー、うわー、ファンタ5倍いってる。あー、ツータ喜んでるわ。ほらすごいでしょ、ツーかわいいでしょ。セリーヌこれ6万か7万するって。これだけで Z とクロムハーツよりいいですからね。うん、いいっしょ。トップだけ買わないと。トップだけ長めのやつ。で、マネージャーが今日買ってきてくれて、これセリーヌいいでしょ。東京の子みたいでしょ。似合ってるでしょ。頭浮いてないでしょ。浮いてない。大丈夫。バケットハットちょっと浅い。ちょっと奥に入れるか。奥に。
いいでしょ。どうします？リアトツ町、うん、来る？ステッカーあるよ。ステッカーあります。メイクしてる。来ない？見ろ。ステッカーあります。来ない？ダメ？場所が悪いか？どこだったら来るの？横浜行くか。じゃあ横浜なら行け。だってここ渋谷いないの？今が外出るよ。大宮今電車混むから。歌舞伎？歌舞伎絶対来ないだろ。なんかね、町田？横須賀？神奈川？柴田来ないか。仕事で行けない。うわ、大宮？歌舞伎だったら行きたいです。絶対嘘だろ。本当？歌舞伎行く？こっから歌舞伎って近いの？歌舞伎は歌舞伎海外にいる？池袋近いの？こっから新宿歌舞伎。3.1 キロだって。あ、まあまあ近いよ。車で18分20分か、うん、電車で来いやこっちに電車で動かせ俺たちを。泣きやがって。配信者どうする？配信者、ああ。でもできるやつ。いいの？配信しながら来るよ。配信しながら、うん、機長と Z にあるタイトルにされるよ。ワンチャンサムネ使われるよ。どうする？どうする？無料いつしま来るぞ。外カメで待って。お、何しに来たんだよ。どうする？歌舞伎町前回行ったの 2、3ヶ月前ですもんね。この時間はどうかですね。仕事帰りの人だったら来るのかな。 OL の人とか会社員の人だったら5時ぐらい仕事あるでしょ。どうするか。外出るか。とりあえず外。外出る？外出たら来るかな。場所がわからない感じ。来る？外出たら。場所わからない感じ。外出るか。じゃあ一回どんな感じか。外散歩してたら来る？外散歩してたら来るか。ワンちゃん。なあ。君はね、ファンデーション消えた。あれ？あ、鍵。もう、そうだ、俺も後ろだ、バックだ。
ないかもしれないけど、一応ね、一応構成をつけると、うん、チケットとして、鼻がかゆい、こっちだっけ。歌舞伎じゃねえだろ、これ渋谷な、渋谷プラチナプラス撮ります。プラチナワンツー撮ります。ワンツー売れっ子撮ります。浮いてるね。カフェでも行く？カフェ。どっち？パス。どこでリアトツって今から行くよ。表参道って書いてあるじゃん。表参道わかるでしょ。コーディネート見せてって俺も。え？コーディネート？今日おしゃれよ、足元から。靴どうしたんですか、それ。靴？どこの靴？これね、あれどこで買ったんだっけな。持ってきてましたよ。あ、これ大阪で買ったの。大阪で。うん。こっちのトップライバーです。この二人。売れっ子です。ブランドがちょっと喧嘩してます。リングとディオールが喧嘩してます。ビトンもビトンもいるんで喧嘩してます今3人で。すいません。成金です。あ、そう。おいしそう。どこ？マイセン。あ、マイセン知ってる。有名やね。マイセン。マイセンで飯食ったらしいよ。配信出てきた？いや。配信かい？マイセン。
知ってますか、前線で飯食ってキャリー食ったの、これキャリーを。4000円ぐらいです。はい、そんなにするの、前線、カツヤさん、これ何、ハチミツ、ハチミツ食べる、ハチミツうまいよね、ランジェリーショップ、幸せのパンケーキ、バケハ、前の粒開けたらダメやで、そんな決まりないでしょあるの決まりがないでしょ、チラ見せブランドがかっこいいね、すいません、チラチラ見せていくわ、じゃネックレスはセリーヌとノーブランド、セリーヌ Z、 これ買ったの、すごいな、ちょっとおしゃれしただけで、うるせえなクソババアたちや、マジでうるせえ、黙れよクソババア、かわして、うるせえ、ポロシャツ着ねえよ、黙れ、痩せます、歩くから今日はダウンタイムだから歩いてちょっとむくみ取らないとね、これアップルストアじゃん、売ってなかった、売ってない、16プロって書いてあるで、売ってないよこれ、ダメ、ダメなの、皆さん分かりますか、分かりますか、ここです、ロエベの前ですね、ロエベの前、ロエベ前来てください、もう並んでるかな、今から何時までも、9時まで、
これ買ったんだ。あ、そうだね。これ買ったんだ。原宿は近いの？原宿は近いです、歩いていけるの？行けるのかな。せっかく あるよ。裏原宿にマー君がいる？リアルタイムで？スニーカーの？いないだろ、今。あれ可愛い。いるの？逆歩いたら原宿？どこ？あ、そう。ここで行くかじゃ。ここいいよ。ここいいよ。じゃあここ、ここで待ってましょう。喫煙所の前ですね。ロエベどこ？わかるっす？柴田、そう。し、島だね。島。よし、島。どうも前。大至急来てください。9時までいるよ、9時まで。長いで。絶対来なそうやな。ここはまずいですね、ちょっと表参道でゼロはちょっと絶対来なそう。リアトッツしたら折れるの？折りませんよ。折まないよね。最初に行った時はもう受付だけみたいな、うんうんうん。あかんか、来ないか。入るか。渋谷。こなそうやな。道玄坂？渋谷の？近いの？ちょっと遠いじゃない？ビビタピってとこ行ったら100人並んでる。あそこは混むよ。大阪でも混んでるから。やばかった。くだらねえよ、あそこは。撮影禁止だし、うん、やばかった。ダメだよ、うん、行くもんじゃない。うまくねえし、ほんで。そこでもダメだよ。あるよ。くだらねえ。全部買える前に
ねえな。分かってる人いますか、誰か。英語じゃないの？Çok fazla eksperimenteller onlar ya. Çok deniyorlar değil mi? Fransız bu. いるか。今ね、昼間やった放送も入れて、入る？早く。いなかった。手ぶら611号、手ぶら。ちょっとひどいな。ひどいよこれ。やめてよ。ひどいわマジ。すごすぎるわ。寄せるか髪型じゃ。寄せに行く？島できるか。角刈りするかって。角刈り。どんで本当に。すごいわ。演歌覚えるちゃんのお弟子さんだよ。そうなんですか。そうだよ。元気。そう、さんまのからくりテレビからデビューしたんだよ。ねえ、そうだね。さんまさんからデビューしたんだよ。大好きで、あの北島サブちゃんが。それで、そう。弟子にしてくださいってお願いします。今は弟子は取ってないよ。そこをなんとかお願いします。
頑張ります。そう。豊か。豊かちゃん。リアタツ02今。ちょっと小腹空いたな、デザート食いたいな。デザート。なんかクレープでも。なんかねえかね。生ドーナツ？何それ。生ドーナツ。原宿？アヤマドーナツ？知らねえ。アヤマ通り左行ったとこ。あ、俺左？人気？生ドーナツって何？並んでんの？並んでまで食いたくないわ。アイムドーナツ並ぶよ。ドーナツなんか口の中にすぐ持ってください。やっぱサバで食べればいいんだけど。うまいんかね。でも生のドーナツってどういうことやな。油で揚げてないの。原宿行けばクレープはあるわな。そらあるわ。ただなんかくれ行ったんだって原宿撮影に協力的じゃないんだって、うん、京都みたいな感じ。ダメダメダメって、カメラダメ撮んないで、うるさいんだって。そう、アイムドーナツ食べてほしい。食べるじゃん。食べに行く。インスタだったらいいんじゃない。配信はダメなんじゃない。動画とかちょっと画像で検索してもいいか。アイムドーナツうまいんか。見た目が肝心。どれ、うまいかこれ。ミスドがうまいんじゃない。なんかミスドがうまそうだな。何が生ドーナツ揚げてんじゃん油で。何でも生つけりゃいいってもんじゃないんだよこれ。あんまりじゃねえ。ミスドがお前そうじゃない。その説明欄が案件でいただいたものだよ。いやー確かに太ってるから大丈夫って意味がわかんない。意味がわかんない。意味がわかんない。あんまりそうじゃないよって言ってんのに太ってるから大丈夫。意味がわかんない。あ、デブだったら何でもうまいって言うってこと？何言ってんの？トップハムハットやめて。それ何？また芸能人？どれ？ちょっと。あれ？トーマス？トーマスなんですけど、これあの車掌さん？テレテテ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 テ。あ、キャストーマス。ひどいね。ろくなやつじゃねえや。せっかくおしゃれしてんのにさ、ひどいよ。はい。え？誰で？ああ、もうちょっとクラメニコラ、クラメニコラ。応援豊か。カラオケ行くかも。ね、
渋谷来ねえな。お、キチが来た。キチが。キチが来た。大声出してたよ。誰？キチが？おお、絡んでる。一般人に絡んでる。やべえじゃん。おお、叫んでるわ。うわ、ハチ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 来た。うわ、ハチ来た。ハチ。黒いから蜂来んだよ。黒いから。キチがどこ行った？絡んでる？一般人に絡んでる？ないだろう、絶対。もう帰ろうか。来ないから。八しか来ないから帰るよもう。これ、この花なんだっけ？セガンバナ。なんだっけこれ？これ珍しいんじゃない？ヒガンバナ。これ。ヒガンバナのさ、花言葉なんだっけ？花言葉何？これあんまり縁起悪いんじゃね？あんま良くないんじゃね？これやばいよね。諦める、悲しい思い出、孤独だって。ほら諦める、孤独、うん、悲しい、悲しい、やめよやめよ、ヒガンバナもヒガンバナの前でさ、リアトツマチはやばいわ。さすがに来ないわ、そら。そら来ないわ。悲しい思い出、諦め、独立、情熱、悲しき思い出。やめよう。やばいわ、ここ。帰ろ。もう来ないもん。ドーナツの前でちょっと歩こう。どんな、並んでなかったら買うか。うわ、ヒガンバナ畑じゃん、これ。ヒガンバナ畑。うわ、悲しい思い出。なんかこれ、昔なんかあったんですかね。なんかあったのかな、これ、ね。殺人事件とか。すごい。どこどこどこ、ドーナツ。どこだ？こっち？これ？お、芸能人？芸能人？はいはい。何これ？誰？わかんない。いっぱいあるね、なんかお店が。え？月。あれ？ダイヤ。買うかこれ。買って安いよ、しかも。いくら？1万とか。本当？めっちゃいいよこれ、生産。買ってこれ。これ買うか。5時半には戻ります。じゃドーナツ一回買いに行くか。月に反応しすぎじゃない？ちょっと。買った方がいいんじゃないですか？ねえ。月に反応しすぎだろ。これはね。おしゃんてぃ。おさんち？ここが素敵だな、あのネックレスがな、キラキラして。高そうに見える。ああ。すごいな、綺麗だ。これ何？フルは。フーラ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 。コンセプト。
ゴールデンコンソフトフルラ生ドーナツ遠いんじゃねえのこれ。さっきの緑のリナ、マックスのリナ、絶対嘘、老けてたでめっちゃ。でもおばちゃんだったで。おばちゃんっすよ。黒ギャルのおばちゃんやで。マジ？めっちゃ老けてるで。スタッフの人はあれだったけど、他の人気づいたかな。ああ。アイドル。あ、これだ。チェックしたけどオーソドックスなやつ。オーソドックスの、うん。あ、並んでるわ、キチョビ。後ろに、こっちに。こっちやで。うわ、めっちゃ並んでる。どうするこれ、買う？めっちゃ並んでるで、これ。割り込もうとしたよ、キチョビ。47歳。おばちゃんやぜ。おお、あた、あた、おあた。お前はすでに死んでいる。てれててれれ。ね、北斗って。背筋ピーン、うん、すごいな、みんな買ってるわ、ドーナツ。行った。名前までご記入お願いします。何がいい？何がうまいの？カスタード？え、これうまそうじゃない？一番ダメだって。卵もないって。これも美味しそうなの。カカオか。どれおすすめ？どれ？これな、これとこれとこれと4つし5個しかない。どうする？どうする？これはキーマサラダ。これがね、オーソドックスや。あ、これでいいか。2個いっとく。うん、これ美味しかったから、うん、あのどうしよう。フレンチクルーラーも好きじゃないんだよ俺、うん、カカオか。これ生ハムだって。あー、いらんな、いらんな。いいか、これで。うん、それだけでいいよ。普通のが一番美味しいって。普通のでいいよ。キーマサラダ。キーマサラダ美味しいな。キーマサラダ。カレー。カレーやで。カレーやで。ドーナツでカレーはいらんやろ。いらんやろ。せいちゃんお金。あ、千冊作ろう。機長。これで千冊作って。千冊駐車場。千冊くださいって。できれば。駐車場だけ今8000円ぐらいになってる。やばいね。全部千冊だから。キーマいらんて。やばいよパーキング。めっちゃ高いって。東京ね、涼しい。寒くはないけど高いわ、マジで。1000ぐらいいっちゃったもん。これ喉乾くよな、絶対。飲み物どうしようか。飲み物、ドーナツと合う飲み物。
コーヒー、市長はコーヒー好きじゃない、苦手なんで。マックスのさ、ナナちゃんまだいる、いるよ、店の前にまだいる、緑の服着た。え、話しかけた方がいいかな。マックスの なんて名前だっけ。ナナ、レナ、リナ、リナ、話しかけるわ。え、マックスのリナさんですかって言っていい。話しかけるわ。リナ、ララ、リナ、リナちゃん、リナちゃんの顔思い出せね。若い頃のマックスのリナ、どんな顔したっけ。マックスのまだいるわ、リナちゃん。いや、これが全然違うやん。全然違うやん。うわ、黒かったよ。え、黒かったね。これ？ああ、それだわ。ガチ？若い頃は？若い頃。これ？色黒かったで、めっちゃ。違うだろう。めっちゃ黒かったで。違うよね。まだいるけど。マックスのリナさんですかって聞いてみるわ。外人ではない。めっちゃ派手やで。まだ店の前にいる。なんか店がオープンするのかな。話しかけちゃいけないのかな。なんか自分の店っぽいな。なんだ。メルビメルビメルビタメルビータメルビータ。絶対違うでしょこれ。絶対違うよ。リナさん、今さ、紹介してたじゃないですか。リナさんって言ってた。リナさんって。リナさん。リナさんって言ってたよ。お客さんに紹介してんだけど。ちょっと聞いて、すいません、すいません。この方ってリナさんですか、マックスの。メルビータの日本航空のティナさん。ティナさん、はい、リナじゃないではないです。ティナ、ティナですすいません。になんかにメルビータの日本法人の社長のティナさんの、ティナさん、誰ティナって、誰だよティナティナっていたな、歌舞伎に。やばいやつ、やばいやついたな、ティナって。ティナ全然違え。あぶねえ。リナさん、リナさんです。リナじゃねえよ、ティナな。ツナ、ツナ、ツナじゃない、リナ。腹減ったわ。なんか飲み物買わないとね。小銭で何か買う。千冊ゲットした。最初5000円と2000冊で渡された。ああ、それはまずい。うん、誰だよリーナって言ったやつ。ロエベ、女の子好きでしょ。ロエベ、セリーヌ、泣いてる泣いてる。セリーヌです。世界のセリーヌです。ティファニーもあります。皆さん大好きでしょ、ハイブランドね。大好き。ティファニーも好きですか、奥さん。ティファニーどうですか、
好きですか？ティファニー、ティファニーブルー素敵でしょ。ねえ柴田、ティファニーは似合わないからやめときなさい。ねえそれなりに綺麗じゃないと、綺麗じゃないと似合いませんから。わかりました柴田、ダメですよ。シャネルあるね、シャネル、グッチも、ブルガリもあるね。すごいなこの通り。これ絶対土地高いでしょ。すごいわ、何でもあるわ。どっから来たっけ、これ右だっけ。すごいとこ来ちゃったな、マジで。ね、何でも揃っちゃうわ、お金持ちの人来たら。すごいよ。セブンイレブンで何か飲み物買う？スタバ行く？コーヒーはまあ好きだもんね。嘘。スタバ買う？スタバ。やっぱ渋谷って言ったらやっぱスタバだよね。アイムドーナット。スタバだよね。スタバでちょっと買おうか。なんか何がいい？おすすめ教えて。焼き芋香ばしいカラメルフラペチーノ、これしかない。そう、あとはメニュー中しかない、これしかないわ。ほうじ茶、あほうじ茶がいいか、甘いもんな。これほうじ茶ラテにしよう。うん、アイス、あとそれかチャイティーラテ、どっちか。めっちゃ混んでるわ、そしてめっちゃ混んでるかも。チャイティーラテって飲んだことないな。チャイティーラテ美味しいのかな。甘くないのがいいね、ドーナツが甘いからね。視聴者にこれ買っていこうかな、待ってる間に。攻めの美容ケア、ビタリフト、リフトケア、美顔器、やねか。眉が使ってた、あなんで君たちすぐ眉眉眉眉言うのねえ。なんでも眉やん、すぐ言うやん。ねえ眉いらねえだろふわっちに。うん、いるの眉いらんくない。炎上系だろ、炎上系いらないって。眉苦手なんだ俺。ああ炎上系だもん。おもんないやろ。うん、ええって眉は。あなキャリーとかクラウンつかなかったら閲覧300、300、300、400や。うん、炎上系やもん。そうでしょ、大したことないんだよ。一部の人間が眉面白いって言ってんだよ。思うないなんて、ほんとに。何を言ってんの、眉うまい、眉うまい。うるさいんだわ。何でも比べんな、眉と。うん。ふざけやがって。台本なだろ、あんだろ。舐めとんか、マジで。
新しいイベント何が出たの？何？何のイベント？なんてやつ？あ、ふわっち水族館？何これ？ふわっち水族館だって。こんなん、出たい。ふわっち水族館、これ賞金は？出たいかも。賞金が高かったら出たいかも。うわ、30万や。優勝したチーム1位、30万。ギリラエレメント、チーム戦、デビューじゃないね。違う。出たいわ。眉とかぶせたい。これキショビだいぶ遠いじゃん。トイレか。トイレ行ったか。やりたい。まだね、あと1ヶ月はかかるんじゃない。痛いもん。まだじゃあ1回ね、加工切るね。1回だけだよ。行くで、加工なし。行くで、準備 OK。 行くで、加工切るで1回 OK。変わんないでしょ。変わんない。変わんない。絶対いいよ。うん。変わんない。ない方がいい。ない方がいい。あ、そう。メイクしてる。と加工なし。ぐっちゃぐちゃや。もうセットしまったのに。ぐっちゃぐちゃ。まだダウンタイムだからね。そうだね、クレンジングあるかな。ある？クレンジングオイルいるわ。千円札足りるかな。8枚。足りないかも。足りない。いや、俺もワンチャンまだ1000冊あるよ。さっきの時点で7800円だったんですよ。やばいや。10分500円ですよ。やば。1万2万ぐらいいっちゃってるかも。嘘やろ。ワンチャンパーキングやばい。打ち切りなし。10分500円。えぐいって。ダブルで。そう、イベント30万欲しい。こっち。まあ、下に帰ろう。ララちゃん何時まで？今日。いや、8
あ、じゃあ帰らなきゃダメじゃん。帰ろう。すき焼き食べないと。帰ってる？帰るよ。マグロもあるわ、そうだ。あ、ね、マグロ。ご飯は？食べないと。え、もないの？ご飯。昨日残したやつはもう冷凍しよう。嘘。さすがに食えないですよ。24時間だから。あ、確かに。はちみつソフトクリーム。来なかったね、リアトツ。人気ないのかな。ゼロ。人気ないのかな。ゼロ。うん、体感もゼロ。体感もゼロ。いつもだ。いつもこうだよ。ないよ。誰も来やしない。8時ぐらい来ないよ。どっちだっコメント？ララちゃんじゃない？ララちゃんじゃない？ちっちゃいな。ララ。私もです。うん。可愛い。可愛い。ララちゃん。可愛い。陽気。こきられてた。なんで？ヘッドショックで買ったやつね。切られちゃったの。あ、整体切ってたね。さっきの。一発目の。ワンちゃん変な声してたね。なんでなんで整体切ったの。うるさいから。うるさいから。そんなことするの。嘘でしょ。シワちゃんマンションだと聞きなきゃいけないの。吠えるから。え、信じられない。そんなことするの。マジかよ。やばいね。夜も整体切るわ。じゃあお前がうるさいから。さあここです。お願いします。いくら、うん、いくら。やめてよ。
嘘だね足りる？あ、カードいけるやん。本当だ、俺カードあるで。カードで行きます。カード行くわ。ちょっと俺カード持ってくるわ。押して。おすいさん、じゃあお金、最初ね、リア凸待ちしようっていう前は7800円だったんだよ。最初の3時間が3900円で、それを過ぎちゃうと10分500円なんで、1時間3000円なんです。高いで、高いで。なぜかこの一番止めやすいとこだけ最初の3900円がなし。トラップやんか、ここ一番止めやすいとこ、ここだけ最初の3900円なしよ。しょっぱなから1時間3000円取れる、トラップやこれ。仕入れしないとダメだね。あ、そうなの。仕入れしたら安かったの？3時間ごとにね。そうなの。まあ4000円ぐらいは安くなったの。うん。あ、やっちゃった。出たよこれ。取れないやつ。取れないやつ。うわー、上行っちゃった。嘘だろ。おい。くっついちゃってる上に。うわ。痛たた、指が痛い。上に上行っちゃった、上行っちゃった、上にペリッパーしちゃってる。あー、痛い痛い、指が取れないこれ。取れた。いくら？1万1300円。うわ、最悪や。あ、どうする？できる？運転いける？やってくれる？イベント皆さん、無料アイテムお願いします。無料アイテムカード取ったよ。無料アイテムお願いします。ありがとう。小銭はどうするか、ちょっと待って。これ、ちょっと。よいしょ。小銭ね。戻ります。あ、オートバックス落ちそう。オートバックス。オートバックス。オートバックス落ちる。オートバックスが。来ちゃう、こっち。オートバックス。スターバックス。何のことかと。落ちる。オートバックスだよ。焦りすぎた、うん、落ち着いて。分かんなかった、うん、何を言ってんだろう。ほんで養分なんて、ナビよ、養分なんて、養分どうしたの。養分どうしたの。無料くれた。1時間25分無料投げてくれた。無料くれたの。養分ありがとうって。養分ありがとうって言って。ありがとうございますって。来てない？おいおい、ヨーブン、ヨーブン、伊藤からファンタジーカリアス、あーりがとう。お茶でも飲んで。さすがやな、やばい、上がっちゃう。上がっちゃう、早く出ないと。どうも、早く。ヨーブン、伊藤にナイスお願いします、皆さん。全力で。
これ変なの買ってるわ、ゆずパッションだって。それしか飲むのなかった。変なの買ってる。お子様用のスネアなんですけど。うん。じゃあ下、じゃあ下に下ろすのね。下ろした。お、ちょちょ。来ました。よーぶん先生、ファンタリアス。ありやす。優しいね。うわ、ファンタ5倍いってるやん。誰誰ツータン、ファンタ、もう一丁、あ、ファンタいってる。パイシャ知りたい、もう一丁ファンタいってる。